夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェイウェイ、カムリヒラです。よろしくお願いします。はい、7月27日最後の土曜日でございます。はい、あっという間に7月、あっという間ですよね、本当に。もうでもなんか中学生とか高校生とかもうなんかね、あの、もう1週間ぐらい前からなんか多分夏休みですよ ね、 そうですね。はい、いいな、なんかどないしてんねやろね。なんかでもあれね、暑すぎるから外出ろなんて言われてるから。ああ、結構ね、警報とか出てるもんね。なんかみんなきっと引きこもってゲームしてるんやと思う。はい、はい、まあその方が、命のためにいいのかな。はい、いいんだ、うん、それを理由に家でゲームでこもってるやつとかもね、そういるかもしれない、はい、本当は外に出て ね汗かいてほしいけど、いやいや絶対その方がいいですけど、ね、はい、暑すぎるから。はい、そんな、7月27日はどんな日なんでしょうか。はい、桃瀬ひなの今日は何の日。スイカの日。おー、スイカの日。はい、はい、ですね、この P じゃない P じゃない P じゃない、関西の P じゃなくて、はい、ある方ですね。はい、はい、日付は、うん、スイカのしましま模様を、うん、綱、うん、あの綱渡りとか、はいはい、綱ね、うん、に見立てて、うん、夏の綱、はい、はい、を読む語呂合わせから。すごいな、すごいな。これ5回ぐらい読んだけど、一、うん、回も理解できなかったけど、うんうんうん、なんせ、まあ、綱なんだな、ここですらないな。はいはい、これかみんな語呂合わせにこのするの面白いけど、はい、そういうところで、はい、まあ、スイカの消費拡大が目的ということで、スイカは果肉の 90% 以上が水分でできておりまして、ブドウ糖やカビタミン A、カリウムなどをバランスよく含んでまして、まあスイカには体の熱を冷ます効果があるので、スイカを食べて、まあ、夏の体をね、疲れた体を癒やしていこうみたいなところで、この日が設定されております。この前スーパーで、あの久しぶりにさ、このパカッと開ける試食わかる？ああ、はいはいはい、わかるわかる。おばちゃんがよくね、そう、あのクイナー売ってたりとか、そうそうそう、あのつまようじさ、そう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 、あれを久しぶりに見て、スイカ入ってて、で、お久しぶりに見たと思って、今年初のスイカをそこで試食したら、はい、めっちゃ美味しくて、スイカ食べたいなってなってんけど、ちょっとさすがにこうやって持って帰るわけでもないし、入ってんのも思ったりから、その日は断念したんだけど、なるほど、スイカ始めをやっとしたっていうね。あー、なるほどね。そのの、コロナから、帰ってきたから。ああ、そういうことか。ちょっとこれがな、これがな、これが帰ってきてちょっと嬉しかった。なるほど。そう、そんな日なんですよ。スイカ食べます？スイカ一切食べません。大嫌いです。はい、でもウリか？そう、あのキュウリ、うん、スイカ、メロンがダメ。苦手な人多いよね。うん、あのウリカがダメっていう人結構いる。私の親も、うん、もうその辺一切食べて、あのスイカ、あ、なんかちょっと天の声持ち上げてるけど。うんうんうん、私の親はスイカ嫌いな理由がカブトムシの味する。いや、ごめん、あのカブトムシの味が分からない。まずあのカブトムシがどんな味か分からないと、その気持ち分からないけど、多分カブトムシになったような気になるのが嫌って言いたいやろ。そうなんやろ。多分な、ずっとカブトムシの味する。カブトムシの出るやつをなんで俺が食わなあかんねんっていうことやと思うねんけど、カブトムシの味は俺にも分からない。ちょっと変なんやろ、はいはい、絶対それは断固拒否しやまないけど、はいはいはい、まあ、苦手な人多いよなっていうものなんですが、まあ、食べれる人はね、ぜひ、あの水分だらけなので、はい、ぜひ食べてください、はい、そしてもう一つ、はい、政治を考える日、うん、よろしくお願いします。うむ。なんか言わんだけど、はいはい、あのいきますね、はい、1976年、昭和51年ですね、はい、この日ロッキード事件で、当時の田中角栄前首相が逮捕されたという日なんですね。でこれロッキード疑獄っていうのがあって、まああのアメリカのロッキード社っていう、まあ、飛行機の会社ですよね。でその会社が、まあ、ある飛行機を売り込むのにですね、あの政治家にお金を配ってということがアメリカで分かって、何リストの中に日本の田中角栄入ってるやんみたいな話から、そういう話が出てきたということで、まあ、前首相がね、前代未聞ですよ、が捕まったというお話なんですけれども、まあ、そんな話の細かいところは読んでください。あの自分で読んでください。あのそんなことよりも、あの今ほらこの間、ついこの間ね、都知事選もあって、その政治って本当にちゃんと考え直さないとダメよねっていう
時期に聞けるんじゃないかなとちょっと思うので、 あえてこれはロッキードとかそんなことじゃなくてね、まあ、その日かもしれへんけど、ちょっと政治を思い返す日とか、そういう風にしてみたら方がいいんじゃないかな。なんかね、だってその看板、その候補者 のポスター貼る看板やのに、候補者でもないやつのポスター貼ってるのさ、いやだからさ、利用目的が違うから、使用目的が違うからそもそもダメでしょって話で、いやと思うねんけど、いや法律に触れてないからいいやん、いやだからそのまず法律に触れてないからいいやんってやつが政治が目指すのじゃない、もう違うって、法の目をかいくぐるのが政治家じゃないでしょって、国家の安寧、国民の安寧と財産を守るっていうところがその政治家の役目だから、それじゃなくててめえのその何ビジネスのためにそういうことを言っちゃうようなやつらがやってたらないやろって思うって単純に思うんですけどね、思うんですけど、それがね、なんとね、大人がいっぱいいろいろ考えても、いや法律に触れてないから取り締まれないんですよねとアホなこと言うのよ、だからそういうことをねやっぱ考えていかないと、これからの日本ってやばいよねっていう、そんなことありすぎる。そう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 、だからまあちょっとそれをね考えるきっかけに、まあ、この7月27日になってくれたらいいなということで、あえて私が選ばせていただきました。はい、はい、おなぎでございます。はい、はい、ということでいきますよ、シネマドンブリでございます、はい、さあシネマドンブリはですね、はい、今日はですね、今日はというか今日もですね、インタビューでございます、はい、監督インタビューしてきました、はいはい、してきましたというかズームなんですけど、取って出しです、取って出し、もう昨日インタビューして、今日出てきてるんですけど、本当にねなかなか楽しいインタビューでした、はい、まあ、短編なんですけどね、短編映画リリカの星という作品の塩田時俊監督にインタビューさせていただきました。まずは予告編と一緒にですねインタビューのをご覧ください。それではシネマドンブリ。リリカの星、それでは、今日はですね映画リリカの星の監督でいらっしゃいます塩田時俊監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、監督からこの作品について簡単にご説明をお願いしたいんですが、突然ストリッパーになりたいと言い出した娘と、まあ、戸惑う父親の葛藤と和解のドラマでですね、これ28分という、まあ、割と短めな作品ではあるんですけれども、まず、なぜこの作品を作ろうと思われたのかっていうところお聞きしたいなと思うんですけども、最初は映画というよりも、まあ、実際にいらっしゃるトム・リーガっていうストリッパーの大ファンで、単純にそのステージを映像に記録で残しておきたいなというのが漠然とした発想だったんですけども、はい、まあ、そこに、まあまあ、いろんなこう複雑な因縁というか、からに人間関係がの中で太田プロデューサーっていうのに監督してみないかと声をかけられたんで、はい、じゃあちょっとこれを映画にしてみようかということから始まったんですけども、はい、評論家としてこう見てて、もうもちろん映画作りは大変だというのはもうそれは分かったんですけども、はい、実際やってみるとこんなにもうしっちゃかめっちゃかになるのかというのは、まあ映画も大変なんだなというのはね、はい、もう見えて実感しました。まあ、女優さんによって逃げれるとかもあるんですけども、はいはいはい、なるほど、もういきなり小室里香さんに、はい、まあ、最初こう OK もらって、はい、まあ、出てくれるという話進んでたんですけども、はい、まあ、途中でやっぱりなんか本意をされて、はい、
まあ、確かにこれはその、小室リーカーという全くのその、プロの役者さんでもない人が、一人三役をやるという設定なんですよね。うん、ああ、そういうことか。最初の、だからこれは映画の構造としても非常に面白い構造だというふうに、まあ、自負してるんですけども、はい、いかに、素人さんが一人三役をやるのは、まあ、それは難しいのはわかるんで、うん、まあ、しょうがない。じゃあ、まあ、女子高生の役は、はい、まあ、別の方にやってもらうとして、はい、まあ、実際の踊りと、って役だけは、まあ、やってもらおうかな、ということで、また、1年ぐらいまた交渉期間が伸びたりしながら進んでたんですけども、はいはい、まあ、結局、ちょっと踊りもダメだった。はい。時間がないということになっちゃって、はい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 。新しく水戸さんというヒロインの方に立ってたんですが、はい。はい、まあ、そうなってくると、やっぱ最初のこの予定であった、小室凛太のステージを見せ、まあ、非常に説得力のあるところなんで、この画像だけで映画としてはいけると思ってたんですが、うん、やっぱりそれが全く出ないということになると、はい、ちょっと、待てよと。これはこのまま撮ったんでは、また映画評論家がこんな変なもん撮ってみたいな。悪い例につながるんじゃないかという。はい、はい、はい。で、これちょっともう一回ふんどし締め直して、はい、ドラマの後半部分なんかをちょっとこう、はい、展開したというところがあります。で、ようやくまあ、という形になって、はい、最初の自分が望んだ後継月像だけだったら、はい、まあ、おそらくそんな現状で一度やってもいいよみたいな声はかからなかったと思うんですけども、はい、もうおかげさまで変な映画ですけども、一応映画にはなったという自負はしてるんで、いろんな劇場から声をかけて、こういうご開催していただくことができたという。はい。はい、なるほど。で、ここに至るまで8年かかったと。そういうことですね。で、これがですね、この作品がですね、あの、まあ、ポイントは、まあ、あの、ヒロインやってらっしゃる水戸加奈さんっていうね、あの、セクシー女優さんだったりとかもするんですけども、僕的にやっぱり注目したいのはですね、まず、そのお父さん役が、広木監督というもうあの映画監督がお父さんをやってるっていうところですね。ここをまずポイントなのかなと思うんですけど、これなんでこの広木監督が出られる感じになったんですかね。まあ、もともとはそんなお金のかかる役者さんは当然使えないんで、はい、自分の近くの友達をだいたい連れてきてこう芝居やらせると思うんですけども、はい、まあ、僕の場合、まあ、その業界にいたんで、はい、その友達がたまたま広木雄一監督だったという、はい、ことが一番近いかなと思うんですけども、なるほどなるほどなるほど、まあ、僕もその広木監督のデビュー作から出演させてもらってますし、はい、声かけてもおそらく断りはしないだろうというあまり考えもあったのも一つ、はい、なるほど、まあ、それもこのプロデューサーからの条件で、はい、サイレントに撮るということがあったんで、はい、となると、まあ、無声映画ですからセリフを喋らなくてはい、でもいいんで、うん、これはあのプロの役者じゃなくても素人さんでも当然動きだけで演技はできるし、はい、その演技に関してはまさにその映画監督なんていうのは現場で演技をつける方ですから、うん、少なくとも最低限の芝居は、はい、最低以上の芝居ができるんだろうということで映画監督の人にやってもらおうかという、はい、オファーでしたね。そうですね、あのこの作品は特徴なのはサイレントであるっていうところが特徴で、前半パートのほぼほぼがもうサイレントで、後半クライマックスでストリップのシーンだけちょっと音楽がついてくるっていう形にはなってるわけなんですけれども、まさにそのストリップに至るまでのドラマを着実に作り上げていくシーンとしてはやっぱり広木監督の表情って素晴らしいなっていうふうに思って見てたんですけども、でこれがですね、私としてはですね絶対にこれを言わないといけないのが、私のですね同郷の大先輩の三池監督が出ているということに関しては必ず言っとかないといけないんですけども、三池監督がなんで出てきたのかなっていうのもちょっと聞いておきたいなっていうところなんですけども、まあ、三池さんがやってもらってる死にかけの男の役はですね、はい、まあ、最初の脚本にはなかったんですけども、はい、ヒロインの変わるような三池さんっていう中で、はい、ちょっとドラマ部分をさらにこう手こ入れした感じで出てきたキャラクターなんですけども、はい、まあ、同じように広木さんをキャスティングしたイメージと同じように、はい、まあ、僕の映画はもう広木映画以上に出てますから、ふと思ったのが
ミケさんです。なるほど。で、まあ、この忙しい人を二人にね、そうですよね、一緒に撮れるかどうかということは、ちらっとは思ったんですが、まあ、ダメ元でオファーしたら、台本を見ずに二つ返事でもう OK。吉岡さんも撮るんなら、出ますっていう。はい、なるほど。監督ですよね。このね、インタビュー見てらっしゃる方はまだ見てないんであれなんですけど、三池監督が出てくるシーンっていうのも本当に非常に印象的なシーンというか、なのでぜひその辺はね、楽しみに見ていただければいいんじゃないかなと思うんですが、イメージとしては、はい、ブルーベルベットのデニス・ホッパーなんですよ。おお、なるほど、そういうことですね。さらにこう付け加えますと、そのストリップの中の劇場の中のシーンは、はい、まあ、実際にある横浜ロック座で撮影はして、割といわゆる昔の皆さんが思ってるようなストリップとは違う、はい、新しい時代のストリップを割とまあ緻密には再現してるんですけども、はい、ただそれを再現するのが目的ではなくて、うん、あそこの空間というのは、うん、全くその前半の日常とは異なった異次元の世界、はい、空間、うん、はい、そういう世界をイメージしてるんですね。なるほど。女性の頭の中に入ってくる。それで前半のフィルム撮り、その後半のデジタル撮りと画質をちゃんと変えてますし、はい、そのあたりはかなりもうこだわって撮ってるってことがあります。なるほど。監督のこだわりがそこにあるということですね。では監督からですね、この作品で伝えたいこと、感じてほしいことっていうのをちょっと最後にまとめてお話ししていただけると嬉しいなと思うんですけども。最初の段階ではそのやっぱりまあ、クモロリリカの映像を見せたいというのがあったんで、それを見て劇場に、映画館だけじゃなくてストリップ劇場にも来てほしいという思いもありました。しかし今はもうさらにそれを超えて、映画としてですね、映画評論家の立場で最近の見てて、なんかこの本来映画が昔から生まれた時から持ってるはずの可能性みたいのがすごく薄くなって、うん、まあ、それはまた、いろいろコンプライアンスとか、いろいろなことの時代との、要請との、こう、せめぎ合いなんでしょうけども、なんかつまんない映画多いというのが正直なところなんです、映画評論家として。はい。だったら、まあ、自分で撮るんだな。はい。その辺をちょっと、こう、復活というか、まあ、そこだけは残したいということで、その、エロスの持つ、バイタリティとか生命力、みたいなものを感じていただけると、非常に嬉しいなと思います。はい、すいません、最後にですね、これちょっと聞いてみたいんですけど、映画評論家としてご自分のリリカの星を採点したら何点ですか？そうですね、まあ、星4つはつけますね。お、星4つですね。おお、なるほど、わかりました。はい、じゃあもう、まあ、ただそのもちろんなんだこれはっていう人もいると思うんです。いえいえいえ。それは自殺だ、もっと波乱万丈のドラマを題されてたりすると、なんじゃこれだし、まあもちろん短編映画って文章でいう、例えば小説、まあ短編小説ともありますけども、小説のような映画を撮ったつもりはなくて、うん、自分の中ではポエムというか、詩的なものであって、うんうんうん、あるいはこう俳句のようなものが映像だと思って撮ってます。なるほど、なるほど。だから漠然と見るよりはその映像を深掘りして見てってもらうと、いろんな発見があると思うんです。まあ、その円ですね、丸というものに注目して見てもらうと面白いんじゃないかと思うんですよ。満月の丸とか、はい、まあ見てもらうと分かるんですけど、舞台のステージ、はい、はい、もうね、俯瞰で撮ってますからね。はい。三池隆監督作品の、はい、ロズ。ただ単に三池さんは、ストリップ劇場の客で出てるだけじゃないんです。私のプロダクションロズという映画の中の監督がありまして、はい。実はこのロズという映画の中で、はい。ロズを役をやってるのが僕なんですよね。なるほど、なるほど。理解していただいて、見ていただくと、より楽しめるんじゃないかと思います。よろしくお願いします。わかりました。はい、ありがとうございました。それでは今日はですね、映画リリカの星の塩田時俊監督に、インタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、リリカの星見ましたね。見ました。はい、どうでした？ちょっと事前情報なしで見たんで、うん、途中で。おっていう、まあそうね、そうね、びっくりして、そう、インタビューの中でも最初に言ってますけど、これサイレントなんです、サイレントで、うん、一切
何もないです。そうそう、サイレント音がない。そう、音がなくて字幕でね、あの、はい、予告にも載ってたけど、あの全部セリフが字幕として流れてくるっていうのにびっくりし、はいはい、そしてね内容にびっくりし、はい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 、でもとりあえずめちゃくちゃ綺麗で、ね、うん、もう肌から、はい、ラインから、はい、ただただビッで、はい、見とれてた途中から、うん、内容はまあ、はい、びっくりするんだけども、うんうん、なんていうの、うん、とりあえず人が綺麗すぎて、そうね、そうね、めっちゃ綺麗やんと思って、うん、ずっと見てた、うん、違う見方をしてて、はい、でなんかその今なんかストージョ、うん、っていうのが流行ってるって、ストリップ劇場にね女性がね、そうそう、結構通ってるって話っていうのがなんか流行ってるっていうので、うん、分からなくもないなって思ってしまった、うんうん、はい、うん、綺麗な体見ることない。言われてた面白い話があるんだけど、映倫で例えばエッチなやつを放送と思うと、うん、男の人と女の人でも、女の人と女の人でも、男の人と男の人でも、うん、こう人と人が絡み合うやつになると、うん、ちょっとハードルが上がるんだって、うんうん、でだけど単体で踊ったはるで、それが肌の露出が多いっていう分には実は大丈夫だし、うん、ハードルがそんなに高くない。だから今回も R15 指定なんですよね、うん、はい、なので、15歳未満の方は見れないけど15歳以上であれば中学生でも見れますから、うん、そういう指定になってるぐらいなんですよね。だから全然やらしいとかじゃないもんね。見せ方がまあ多分綺麗だと思う、うん、内容次第ではその裸で踊ろうが、うん、ジャンルによっては違うかもしれんけど、うん、普通に綺麗に踊ってはるから、うん、もう背中がもうなんか、そうだね、背中が綺麗、お尻がみたいなお尻多分女の人なら分かる、まあ、男の人と見方が違うかもしれんけど、はいはいはい、女性はこうキュッてした虫に憧れるやん、めっちゃ綺麗と思って、こうね脱いでいくシーンがあるけど、背中綺麗、お尻みたいな踊ってるとこ、はあ、綺麗すぎるみたいな感じで見れるので、あの女性の方もぜひ見てほしいし、うん、そうですね、男性の方も普通に綺麗やなーで見れる作品やと思うし、だからこれ あれなんですよね、いわゆるピンク映画の映画館でやってるんじゃなくて、シネヌーボーでやってるっていうところがポイントだと思うんですよね、うん、そういうピンク映画のやつだったら、まあ、映画館行くの自体がちょっとハードル高いと思うんですけど、シネヌーボーでやってますから、まあ、見るのは全然大丈夫じゃないかなと思いますし、あの全然そんなやらしいとかじゃないので、やらしさは一個もないんで、はいはい、でだから最初の多分あのサイレントパートのところで、うん、あのどれぐらいそのお話の中に入っていけるかなっていうところが多分最初のハードルかもしれないですけど、でもそこの意味が分かってくると、はい、全然大丈夫だと思います。いやし、まあ全部で30分ぐらいだから、そうそう、短いね28分なんですよ。そうそう、だからまあ、はい、どういうことやろうと思ってるうちに終わってたりするから、で綺麗やな言ったら終わるんで、はいはいはい、ね、面白かったです。いろんな人出てますよ、うん、あの、はい、私のね、八尾のね同居の、大先輩である、三池隆さんからもね、はい、突然出てきてびっくりするっていう世界なんですけど、なかなかのね、形なんで、はい、はい、その辺も含めて八尾の皆さんは楽しみに映画館に行ってみてください。はい、はい、はい、この、リリガの星がですね、うん、来週ですね、8月3日から、シネヌーボーで、公開されます。そして8月23日神戸映画資料館の方でも上映されますので、大阪見逃した方はあの8月あのお盆過ぎてから神戸に行っていただいたら見ていただくことができますので、ぜひご覧ください。そして結構ね、舞台挨拶いろんな人来るみたいです。出演者も来られるみたいなので、その辺もね含めて楽しんでいただければと思います。今日は映画リリカ落としの塩田俊監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、では行きますよ、仲良しは映画祭情報です。西澤のさんさあさあ、はい、中之島映画祭長官なんですけど、今日はどうなんですか。今日はですね、はい、まあ、中之島映画祭に寄せられて上映した、うんうんうん、アニメーション作品についてちょっと語ってみたいな。ね、アニメーションってね、もうやっぱりそのなんていうんですかね、日本文化とかの ね、最先端って言われてたりとか、海外行ったらもう
なんか何よりアニメの方がすごい売れてるみたいな話があるんですけど、うんうんはいはい、でまあそういう自主映画の中でもやっぱりアニメっていうのがすごく作られているようで、ただまあアニメといってもね、うん、まあいろいろあります、ね、ありますあります、はいはい、まあ、あの俗に言う、まあ、セル画に描いてっていう絵が動くっていうのもあれば、はいはいはい、もう今セル画描いてへんよ、まあ今はね、だから今もすごく行ってるのがもう CG ですね、 CG で 3DCG とかね、動かしたり、あとあと人形をちょっとずつ動かしてやる、うん、プレイヤーとか、はい、あと本当あの糸だけとかね、はいはい、みかんだけとかね、うん、それがこう動いたりとか、はい、まあ、そういうアニメーションとかもあって、うん、残念ながらね22回の時にアニメーション作品はなかったんですけど、はいはいはい、上映はしてないんですけど、うん、21回の時に鈴木達也監督の無法の愛っていうアニメーションだったんですけど、うん、結構ね、うん、アニメだから子供が見ていいよって、まあ、見たあかんことはないねんけど、うん、別に R 指定はしてなかったんだけど、うん、結構大人が見てうわシュールだな、うん、社会風刺があるな、うん、みたいな、別になんか血が出るとか人が死ぬとかではなく、いや人死にます、あなるほど、はい、うん、人が死んだりで、まあアニメだから、うん、その死ぬっていうのも、うん、あのそんなに刺激的ではないんですけど、やっぱりテーマが犯罪が簡単に行われている現代っていうのがあったりとかして、でそうなると殺人、要するに電車の中でちょっと殺人があったりするんですけど、でそういうやつがアニメだとちゃんとメッセージを伝わるけど、そのエグさだけじゃないっていうのがあったりとか、まあもちろん絵のね、この演技にもよるとは思うんですけど、あもうそれはあのいわゆる 2D のアニメーション、絵の 2D です、はいはいはい、だから結構ね中之島映画祭で上映したアニメっていうのは、うん、結構シュールなっていうか、はい、大人が見るアニメが選ばれてるっていうのがあるのかな、はい、ただまあ第7回の時の猫魔女のピコラっていう作品、藤原智樹さんが監督されてるんですけど、はい、これはね、うん、お子さんぜひ見てみたいな可愛らしい CG 映画でしたね、はい、ちなみにその第7回のグランプリは猫魔女のピコラでした、はい、で前半の頃はね結構アニメーション有利っていうか、アニメーションがグランプリを取ることがすごく多かったんで、そうなんや、はい、評価が高い、要するにも15年ぐらい前ですけど、その時にはね、またそのアニメが簡単に作られるっていうイメージがなかったんですよ。確かに確かに、はいはい、で今はもう CG がやっぱりすごく発達して、うん、結構作りやすくなってきてるっていうのもあって、うん、毎年アニメ作品は送られてきますね。あ、そうなんですね。へえ。でも確かにね、最近はね、イラストレーターとかフォトショップとかね、はいはい、ソフトがすごくあの便利になってて、何やったら言葉入れたら AI が作ってくれるみたいなのがあるんで、あそれをちょっと動かしていくみたいなのもできんことはないですからね、はい、だからそうなるとますます何を訴えたいのか、ね、テーマっていうのがすごく重要になってきてるんではないかなと、うん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 、あとまあ手法としてはあの20回の映画祭の時、漫画ガールズっていう作品が、うんうんうん、あの上映したんですけど、うん、ちょっと最後ネタバラシになってしまうから言っちゃいけない、ただのアニメだけじゃないっていう、うん、そういうアイディア的なのもあのやっぱりあったりとか、うん、非常に実験的なんだなと思いながらも、え別にあの魔法にかけられてみたいに実写が混じってくるとかそういう話なんですか？あ、まあ、魔法はかかってないんですけど実写が混じってきます。なるほどなるほど、はい、まあ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 昔から結構庵野監督とかもね、あアニメとあの実写混ぜたりとかいろいろやってますけどね、まあでもそこの出し方がポイントですよね。そうですね、はいはい、ちなみにその漫画ガールズの、監督さん、うん、大門隆さんは憧れドールに出てはりました、うん、あ出てる、はい、出演してる、なるほど、はいはい、であのケロインユキさんと2人の共同監督だったんですけど、うん、話聞くと、うん、アニメーションやったことないっていう、えやったことないの作ったの、はい、でそれが面白かったんですよ。へえ、なぜかって言ったら、うん、漫画ガールズって漫画っていうのが、うん、まだちょっとアニメガールズじゃないっていう、なるほど、漫画なのね、漫画、その辺もだからすごいこうただのアニメーションじゃなくて、うんうん、ちょっとしたアイデアが今求められてるなっていう、でいろんなことを考えていろんなアニメを作ってはるなっていうのが、はい、はい、これアニメなんかすごいですよ、人形ちょっと動かすんですけど、だからまああのまたアニメ、うん、まあ、アニメって言ったらなんか子供が見るっていうイメージでも今到底ありませんので、ないですね、はい、いろんな自主映画だからこそできるアニメっていうのはきっと出てくると思いますし、はい、またそういう作品のご応募をお持ちしてますし、面白かったらもちろん上映いたしますので、はいはい、また皆さん頑張ってください、はい、はい、ということでした、ありがとうございました。では
情報でございます。はい、はい、夢人情報なんですけども、なんか来月ライブあるよ。あ、そうか終わったな、もう、ま、前のやつは貼っとくわ。イベントとか出るよみたいな情報です。はい、はいはい、で僕ね、ここで言っときたいのはですね、あの実はその、まあ、僕のね、あの上映のやつもありますけど、それよりも実はですね、ついこの間まで、マテリアル、あのマイクロシアターマテリアル谷町でですね、第1回、マテリアルショート、ムービー、フェスっていうのが、ね、行われてまして、3日間、行われてたんですけど、これがね結構面白かったんですよ。参加して、うん、あのここでも何回か紹介させていただいてたんですけど、あの9人の監督が、まあ、それぞれ45分前後50分もしくは40分ぐらいの作品の時間をもらっていて、だから僕は42分だったので、もうそれ1本終わりなんですけど、僕はでも他の監督は、10分と30分の作品みたいな感じで、15分と25分の作品とかみたいな感じで、2作品出してる監督もね、結構いらっしゃって、でこれがね、まあ、見させてもらったら面白かったのもあるんですけど、その後も監督同士のトークセッションがめちゃめちゃ面白くて、だから当然同じブロックがあるんですよ。朝昼晩の3つのブロックが3日間って9つのブロックなんでね、それぞれのブロックに抽選で配置されるんですよ、作品っていうか監督が。だから僕らは選んでないし、あの厳正なる抽選でマテリアルスタッフ2人が選んでて、はいはいはい、でその選ばれた、もうたまたまくじで選ばれた3人の監督がそれぞれの作品を事前に見とくわけで、はい、で見といて、トークセッションの時に、じゃあ何々監督から日浦監督に質問してくださいって言われちゃうわけ。だから強制的に来るから、うん、絶対見とかなあかんし、質問できへんかったから、うん、なるほど。でだからみんなちゃんと見てて、なんていうの、やっぱ監督からの質問って面白いよね、うん、監督目線の、ね、そうあれどうしてたんですかみたいなのって絶対あるから、そういうのがすごい、ものすごく面白くて、でお互いだからお互いをリスペクトし合えるみたいな空間になって、すごい楽しかったんですよね。いい空間、うん、でそれをまたお客さんが見てるわけ、うんうん、そうね、やってる、うん、話してるところ、ね、そうだから、やっぱり監督さんってこんな質問しはんねやみたいなことにもなるし、はい、でまたその作品について監督目線の質問で監督が答えるっていうのを聞けるっていうのもまた面白いですよね。確かに、はい、まあ、こういうイベントってなかなかないし、そうですね、なかなか映画でもやったことないね。そうですね、で、あのやっぱね、なんて言ったら、ただ単に映画を見て終わりじゃなくて、映画ってやっぱり見終わった後に、あの映画ってこうやったんちゃうのって言ったりするのが楽しいんでしょ。そうですね、うん、あの見てる間言うたらあかんのかかってる時に喋ったら怒られるけどね、だけど終わってから、いや今のよかったよねとか、あれってあれ実はさ、あれはお父さんがさ、死んだお父さんがこれなってんじゃんとか、なんかそんな話とかを言い合うのが結構楽しかったりするわけだろ。だからそれが監督同士がやってるみたいな話なんだよね、うん、だからすごい結構面白くて、この取り組みって続けてほしいなと思ったら、なんとですね、来年1月にまたやる、あの年2回やるって言ってるんですよ、うん、で、まあ、あのちょっといろいろとまだいろんなプランがあって、広げていく、大阪だけじゃなくて別の地域でも同じ取り組みを、やろうよって声をかけていこうということで、今坂部さんがですね、一生懸命プランを練っているというか、そんな感じなんですけど、ね、だからぜひですね、まあ、次回は1月なんですけど、1月の場合は作品募集するそうです。あの今回はたまたまもうショートムービータイムっていうのがマテリアルずっとあって、もう20か30ぐらい作品がもうあるんですよ。だその中からお声かけさせてもらって参加しますかって言って参加するって言った監督だけが選ばれてる感じになってるんですけど、今度は出したいですっていう応募でに答えていただいて、その中から選ぶ。いや難しいっすよ、あの、ね、なんかの島映画祭とかでショートで流すとこあるかなとか言ってた監督さんとかもしかしたら出るかもしれないよね。そう、ね、そういうの嬉しい、うん、だからぜひそういうのを、マテリアルに声かけてもらうと、今ショートムービータイムほんまに作品数が多くなりすぎて、もうたくさんかけたいけど月に何回もかけれないみたいな状態ですからね。そうやろな、まあ、なので、まあ、
だからなんていうかな、僕ね、ショートムービーってね、何がいいかっていうと、やっぱ映画1本見ようと思ったら90分とか100分とか 2時間とか語っちゃうって思うと行くの大変だと思うんだけど、その同じ時間で何本もの作品が見れたりとかするわけですよ。いろんなジャンルがまた見れるっていうのが、これ見る方としてはすごい魅力だと思うんですよ。お得感で、慣れたら別に1本だけ見て帰ってみるわけでしょ。で、そういうその気軽に見ようと思えば見れる、今やったらサブスクでこのちっちゃい画面とかこれぐらいのタブレットとかで見たり、まあ、テレビ画面で見たりとかっていう形になってるのかもしれんけど、でもそれにはリスクがあって、もうこのスマホで見てたらさ、 LINE 上がってくるやん、既婚で上がってきたら、もうその瞬間に集中力切れるやんか、ね、タブレットでも同じですよね。メールが来るやんないやん。でましてや家やったら当然ながらピンポンなって Amazon 取りに行かなきゃみたいなとかあるわけでしょ。だからそういう中で見るんじゃなく、完全にそういうのがない隔絶された非日常の空間の中で映画に集中できるっていうところに行って見た方が絶対面白い、集中できる、違いない、誰かさんみたいにヘッドホンして電車の中で見てたらガタン揺れたら、もうそれだけで集中力切れるやん意外と集中できる、いや、もう、うん、まあでもね、でもそれで乗り過ごしたりするけど、降りるとこ間違えたって言うからねそんなしたらあかんのよ。そうそうそう、だからまあそういうことがない、うん、その、まあ、劇場というかね、まあ、シアターで、ね、見るのに100分とか90分は長いと思うかもしれないけど、ショートムービーだったら見れるかもしれない、うん、30分とか1時間で見れたりするから、だからそういうのをぜひ、まあ、マテリアルでやってますから今ね、見に行っていただきたいなっていうふうには思ったりするんですよね。だからこのショートムービーフェスっていうのはね、ぜひ広がっていってほしい。参加した東京の監督とかみんな、いや、もうぜひ続けてほしいです、うん、やっぱショートムービーを映画館でかけてもらえるものはまずないからお話があったので、それをぜひ聞いていただきたいと、はい、夢人情報ということで、ちょっと先になるかもしれないし、もし制作者の方であればマテリアルに連絡取っていただいたら、直接ねショートムービータイムでかけてくださいって話もできるかもしれないので、ぜひここに出してますから、電話かけるなりメッセージを送ったりしていただいてください。はい、ということで、はい、もうこれだけで終わりたいと思います。はい、メリット情報でした。はい、はい、エンディングでございます。意外と、今日コンパクトに終わるかなと思ったけど、うん、全然行ってますまあまあ行ってますね、はい、どっかで切りますけどどこが切られたんでしょうかはい、いやいや、でもね、こういう感じでね、なんか情報が盛りだくさんになって言ってくれるってすごい嬉しいですよね。はい、来週期待してください。来週えらいことになってます。えらいことになってる。えらいことになってます。どんなことが起きてるんでしょう。いや、もうほんまにすごいですわ。はい、編集もどないしようかなと思うぐらい大変な感じになると思うんですけど、いやでも僕はそれを望んでるので、どんどん夢人情報をね発信しに来ていただきたいなと思うので、その一つの形がね、来週見ていただけると思うので、ぜひ楽しみにしておいていただきたい。ということで、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい。おしまい。なっちゃ。僕が相棒。